の頭、生きてる限り可能性無限大ということを証明していきたいと思います。タイの一番人気なテレビチャンネルは今ムエタイやってます。いいね。宿に荷物を置かせていただいて、あの衣服とかね、あの貴重品じゃないもの、インスリンとかも自分たちで持っています。そして、チェックインが1時頃なので、軽くご飯を食べに行こうかなと思ってます。タイでもこうやってウクライナのことちゃんと発信しています。素敵だね。わあすごい。あー、Open a peace collection for Ukraine。 ラッチャシマサウルス。めちゃめちゃローカル飯でーす。お水、汗がびちょびちょ。サウナじゃん。サウナだよね。サウナ飯だよ。やってちゃうこんな。ダメだ、もうインスリンポーチもベッタベタ。マジ？湿気と私の手の汗で血糖値測ります。食べれます。嘘、食べて。ちゃんと水分飲んで、水分飲んで、せーの、せーで、いただきます。水飲みな。おー、あ、太麺です。フォーみたい。ワンタンみたいだよ。ほんとだ、こんな感じ。うん、夏バテすぎる。これあのね、味は味でお伝えしますね。うん、魚臭さがなくてとっても食べやすいです。こう感触がプリプリしていて、つくねというよりももう少しこう食感がプリプリしていてとっても食べやすいです。こう一般的に鯉って小骨が多いと思うんですけど、全く感じないですね。少しこうコリコリといった食感があるんですけど、それもまた楽しめます。またお米が合いますね、カレーと。お米もこう弾力があってとっても美味しいです。なんか塩ラーメンのスチュー。塩ラーメンのスチュー。なんかワンタンスープのワンタンみたいな。アロイ、アロイ、アロイ。何これ。ちょっとパンダ見るね。なんか、うん、うん、鶏皮だ。うん、うん、うん。は汁なしね。うん、お肉も美味しい。こんな感じ。うん、うん、
味がない。Isn't it like no spicy?ダメ。美味しい。美味しい。美味しい。うん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 。美味しい。オリオン。これか。オリオン。うん。これ一体何？かまぼこかな。うん。かまぼこだ。うん、超美味しい。ヤミーヤミー。ちょっとこれ食べて。うん。なんかね、プルプルしてる。うんうん。あのサウナの中で食べてる。でもちょっと涼しいよね。うん。うん。マスター、お菓子かな。その人がくれた。うん、でどっちが美味しいか。私はこっちの、せーの、せーでこっち一緒だ。これだよね、今くれたの。うん、うん、でもさ、他のメニュー食べてる人がいるから、もしかしたらあんのかな。でもヌードルしかないっすよ。なんかみんな違うのかな。おっと、結構タイはさ、ペットボトルにストローさしてる人が多い、うん、とか、今も瓶にストローがついてきた。ごちそうさまでした。 Thank you! バイバイ。 Thank you! Thank you! 綺麗ね。 Thank you! Thank you! 8分間おやすみなさい。おやすみなさい。かわいい。かわいい。みんな素敵な人だった。あ、にもう一匹来た。タイの初ホステル到着しました。こんな感じです。はい、じゃあ一つずつちょっと紹介します。ここにね、 B さんがねあったりとかね、タオルもあるし、ここが洗面所です。やっほー。で、ドライヤーもあります。なんとここにハンドソープもついてたり、ここはあ、何もないですね。で、まずじゃあ先にこっち行こうかな。椅子が2つと冷蔵庫もあります。おー、あ、ぬるーい。こっちの冷蔵庫すごいぬるいんだよね。あとはテレビのリモコンとかあったりとか、あとここに Wi-Fi があるから Wi-Fi ビンビンです。そしてテレビがあって、ここにポットもあるね。お水が2つ2泊するので。で、もう1つ椅子があって、で、ここ窓開けられます。こんな感じで、ベッド、じゃじゃーん。でかいね。デラックスサイズとか書いてあった気がする。でね、ベッドの横にもちゃんとコンセントがあるからね、すごく便利。クーラーもちゃんとついてるし。はい、お手洗いこんな感じで。おお、綺麗だね、ここ。別々、別ですごい綺麗でね。やっぱりここもね、あのお手洗いの拭いたゴミ多分この中に入れて、あれがあのいわゆる日本でいうウォシュレットの代わりのシャワーがついてたり、すっごい綺麗です。で、ここがバスルーム。おお、いいね。シャンプー、リンスもついてるし、ちょっと簡易的だけどすごく贅沢、いい感じです。私は今回もアゴダで予約したんですけど、1泊だいたい1000円ぐらい
なんかね、タイムセールやってて少し安く取れました。結構ここ人気みたいで、下に一応ここゲホステルなんですけど、下にそのドミトリーって言われるもっと安い800円ぐらいで泊まれる男女兼用のドミトリーがあったりとか、あとは下にキッチンなんかもシェアキッチンなんかもあるから、なんか少し温めたりとか、そういう電子レンジとかもあるのですごく便利かなと思います。で、私たちの部屋は4階、結構ね、バックパッカーの私たちからするとちょっとしんどいけど、でもまあまあまあすごく快適、1000円はこれは安すぎるかなと思います。はい、以上です。初めてのトゥクトゥクでタイの病院スネークファームへ。2000円で予防接種を打つがタイ生活に慣れず低血糖、近くの公園にはそこら中にナチュラルオートカゲが。どうなるタイ生活。バーイ。